今週もはっちゃんアカデミー始まります。今回は仕事についてお話ししたいと思います。仕事は私たちを豊かにしてくるもので、とても大切なものです。今現在仕事をしていない人、したくってもできない人がいらっしゃるかと思いますが、自分を変えたい、自己向上したいと思うのであれば、どんな仕事でもやってみるべきだと私は思います。働きたいけど働けないという人もいらっしゃるかと思いますが、動ける人と動けない人、働ける人と働けない人の理由は一緒なんです。一人は子供がいるから働けない、一人は子供がいるから働く、結局は弱くなっている時が働けないんです。仕事は人生を楽しくするためにも豊かにするためにも必要で、一生懸命にやることです。一生懸命やれば答えが出るものです。自分の好き嫌いで職を見つけたり、やれるかやれないかで職を選んでいくことをやめることです。好き嫌いで選ぶとほとんど失敗に終わりますし、見た目で選ぶとストレスになります。まずはどの仕事でも一生懸命やってみると見えてくるやりがいというのが見えます。そこに好きではなかったものが好きになるように、どの仕事もなっていきます。好きになればストレスも貧乏も不健康もなくなるように、仕事の道理はそうなっているんです。仕事というのは生きるためにいやいややるものではなく、世のため、人のため、社会のためにやる奉仕だと私は思います。人生の半分は仕事をします。人生の半分をいやいややれば、人生もまたいいことが起こるはずもないです。仕事はどれだけの奉仕ができるかを試されているもので、奉仕を覚え、人間関係、仕事の難しさ、やりがい、いろいろ勉強していくべきところでもあると思います。そのためにも仕事をまず始めてみてください。人生はそこから道が開けていきます。そしてどの仕事にも言えることですが、初めは嫌気が出ます。それを頑張って続けていくと、不思議ですけど面白さが出ます。やっと頑張っていくとやりがいも出ます。もっと頑張ると誇りに思えてきます。それが仕事の特徴です。自分の弱さに負けないで続けてみてください。それがあなたにとって天からもらった職になると思います。考え方を変えた日から、本当の生き方を知った日から、私たちは仕事のやりがいというのは誰でもが経験できる可能になるんです。人のために自己向上、何人かの人を助けることができるか、人を幸せにするために日々勉強し続けている人は幸せに仕事からいただけるんです。特に母子家庭で育った子が私の会社にもいますが、明るいし素直ですし笑顔ですし、私は確信してます。片親でも人間性は立派になれる。育った環境も学歴も見た目も関係ない。心の優しさがあれば、思いやりがあれば、誰からでも愛され幸せになれると。そしてこの子たちがいろんな人たちの役に立っていくんです。辛い思いしているから人に対して優しくなれる。今からの時代をいいものに変えるには、いろいろ苦労して人の強さ弱さ全部知ったこの子たちが、一番お母さんに恩返しをしようと思って、いい仕事に自分を成長させるのかなとつくづく思います。本当にいい子に育ててくださったお母さんお父さんを皆さん家族に心からありがたいと言いたい気持ちで、子どもたちを私は育てていってます。ぜひ皆さんも仕事の色は厳しさいろいろあるかもしれませんが、楽しんで覚えていってみてくださいね。今日の内容が良かったら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いしてます。お待ちしてます。そしてオンラインサロンのご紹介です。自信を持って言えます。会員様皆様入会して、判断力、会話力に仕事と家事の両立、何より前向きに笑顔で生きれるコツを、毎日のインプットアウトプットができて最高の人生にされてあります。社内の勉強会から講演会にライブ配信、経営学の動画に毎朝のはっちゃんからの教えなど盛りだくさんです。学びは人生を変える近道です。ぜひお待ちしております。